はい、じゃあ最後ですね、これ、これ皆さんお好きな。トッポギ。日本語ではトッポギって言いますよ、トッポギ。トッポギって言うじゃないですか。うん、で、発音ね、これ、日本語のトッポギって言ったら、韓国人は何て聞き取るかというとね、これなんですよ。トッポギ。答え何かというと、このトッポギトッポギで言うと、向こうの人は何てね、想像するかというと、虫眼鏡なんですよ。虫がよく見えないから。虫眼鏡。あ、そうだな。眼鏡と狂気とか。だからこれはトッポギって言ったら、まさしくトッポギって言うかですよね。トッポギ。トッポギ。で、本当は皆さん食べたいのは、虫眼鏡じゃなくて、トッポギじゃないですか。トッポギ。ね。要するに向こうの団子とかの餅をスライスしたやつで、甘辛にね、煮たやつあるじゃないですか。ですから皆さん日本式にトッポキって言ったら虫眼鏡になっちゃうので、ですから発音としてはトッポッキトッポッキ、はい、トッポッキトッポッキ、はい、じゃあこれでですね、間違えても虫眼鏡って言わないようにしましょうって話でした。はい、はい。